行くぞアンチノビ。人の心が到達する境地がある。セット、デルタアクセル。見せてやろう、私のアクセルシンクロ。今の君に私は倒せない。シュールすぎない？己の限界を超えぬ限りはな。シュールだな。めちゃくちゃシュールなんだけど。私のターン。クソシュールだ。モンスターを伏せる。カードを伏せる。もうこれでやっても出るんだもん。やばくない？ミスラサウルスの効果を発動。それはどうかな。モンスター効果ターンエンド。さあ来い、私を倒してみろ。シュールすぎる。なんだこの光景。私のターン。ドロー。強すぎる。テックジーナス、スクリューシャーペントを召喚。テックジーナス、スクリューシャーペント。さらにブースターラプトルのモンスター効果。このカードは手札から特殊召喚できる。ブースターラプトル。さらにレベル1テックジーナスブースターラプトルにレベル4テックジーナス、スクリューシャーペントをチューニング。リミッター解放レベル5。リミッター解放レベル5。レギュレーターオープン。オールクリア。ゴー。シンクロ召喚カモン。テックジーナス、テックジーナス、スターガーディアン。来た、本人が本人をシンクロ召喚。さらにテックジーナス、スターガーディアンのモンスター効果。墓地のテックジーナスモンスター1体を手札に加える。この効果によってテックジーナス、スクルーサーペントを手札に加える。さらにテックジーナス、スターガーディアンのモンスター効果。手札からテックジーナスモンスター1体を特殊召喚する。テックジーナス、スクリューサーペントを特殊召喚。スクリューサーペント。そしてスクリューサーペントのモンスター効果。スクリューサーペントの効果発動。自分墓地のレベル4以下のテックジーナスモンスター1体を効果を無効にして特殊召喚する。かっこいいぜ。テックジーナスブースターラプトルを特殊召喚。テックジーナスブースターラプトル。さらにレベル1ブースターラプトルにレベル4テックジーナス、スクリューサーペントをチューニング。シンクロフライトコントロール。リミッター解放レベル5。ブースター注入 120%。 リカバリーネットワークレンジ修正。オールクリア。ゴー。シンクロ召喚。シャ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 。カモン。テックジーナスパワーグラディエイター。さらにレベル5テックジーナスパワーグラディエイターにレベル5テックチナス、スターガーディアンをチューニング。クリアマインド。リミッター解放レベル10。メインバスブースターコントロール。オールクリア。無限の力今ここに解き放ち、次元の彼方へ突き進め。ゴー。アクセルシンクロ。きたー。めちゃくちゃ楽しい。確かにランクだとタイムアウトしそう。テックジーナスグレードガンナー。いつまで回してんだよ。もういつまでぐるぐるしてんだ。そして強い、好きな発動。セットデルタアクセル。私についてこれるかな。エクストラデッキよりレシピのドラゴンフライを特殊召喚。そしてレシプロドラゴンフライのモンスター効果発動。モンスター効果発動。テックチナスブレードガンナーを墓地の振り、そのシンクロ素材とした。テックチナススターガーディアン。テックチナススターガーディアン。さらにテックチナスパワーグラディエーターを特殊召喚。テックチナスパワーグラディエーター。これ相手ターンにシンクロ召喚したのかな。相手ターンにデルタアクセルしたのかな。もうこれ相手ターンにデルタアクセルするの結構ありじゃね。君と戦うのは僕だ。限界を打ち破る境地、トップクリアマインド。これ相手ターンにデルタアクセルしたのかな。バトル、バトルだ。テックジーナスパワーグラディエーターで攻撃。テックジーナスパワーグラディエーターの攻撃。マシンナイズスラッシュ。出た、相手ターンデルタアクセルとかいう劇的にヤバいムーブ。ターンしろ。このエンドフェイズ破壊されたブースターラプトルの効果により
テックジーナスモンスター1体を手札に加える。いいだろう。アンチの日ターンエンド。どうした、ふらついているぞ。本気になったようだな。私のターン、ドロー。今の君では私は倒せない。テックジーナス、スクリューサーペント。何、やばい、相手を来るぞ。相手を来るぞ。自分墓地のレベル来た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 。さっき見たんだけど、このムーブ効果を無効にして。さっき見たよそれ、さっき見たよ。ちょ、一回飛ばすわこれ。はい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 、テックジーナス、はい、終わりました終わりました。さっき見ました、さっき見た。さっきやったじゃん、パクリかよ。あ、出た。CPU ちょっとね、ター解放レベル5、レグレーターオープン、スラスターウォームアップ、 OK、 アップリンク、オールクリア、ゴー、シンクロ召喚。いいだろう。ハイパーライブラリアンだぞ。お前ずるいだろそれ。ふざけんなよ、俺たちのも使わせろ。ふざけんなよ、うざうざ。超絶図書館来た。やばやばすぎる。それはリバースカードだ。トラップカード、ダブルタイプレスキュー。やばい、強い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 よ。スクリューサーペント、強いよ。でもリミッター解放レベル5、ブースターランチ OK、 この後だな。 OK、 グランドサポートオールクリア。いや、この後をシンクロ召喚 OK。 カモン。ちょ、この後はハイパーライブラリアンのモンスター効果によりワンダーマジシャンのシンクロ召喚成功時、魔法トラップカード1枚を破壊する。この後デルタアクセルしてやるからな。そしてテクシナス、スターガーディアンのモンスター効果、見せてやろう。相手ターンに一度限界を超えた境地を、自分のフィールドのモンスターでシンクロ召喚を行うことができる。僕はテクシナス、パワーグラディエーターとテクシナス、レシピのドラゴンフラーにレベル5、テクシナス、スターガーディアンをチューニング。トップクリアマインド、リミッター解放レベルマックス、レグレーターオープン、オールクリア。無限の力よ、時空を突き破り未知なる世界を開け、ゴー、デルタアクセル、ゴー、デルタアクセル。これが限界を打ち破る境地、トップクリアマインドだ。ユース、テックジーナス、ハルバードキャノン。ハイパーライブラリアンのモンスター効果により、かっこよすぎる。シンクロ召喚が行われたとき、カードを1枚ドローする。そうでなくてはな、ターンエンドほらな、ターンエンドするしかないだろう。思っているのか、私のターン、私のターン、ドロー、ドロー。ちょっと待ってくださいね何を出せるんですか。あとは私はグラディエーターは、一応出せるか。グラディエーター出せるから、グラディエーター出しに行っていいかな。グラディエーター出しに行っていいね、多分ね。そしたら打点、まあでもワンドローされるけど、まあしょうがないか。テックジーナス、スクリューサーペントを召喚。テックジーナス、スクリューサーペント。そして、テックジーナス、スクリューサーペントのモンスター効果。スクリューサーペントの効果発動。自分墓地のレベル4以下のテックジーナスモンスター1体を、コークテックジーナスブースターラプトル。レベル4以下のモンスターが特殊召喚されたとき、テックジーナスバウル。これってさ、まあでもこうするしかないよね。僕はレベル1テックジーナスブースターラプトルにレベル4テックジーナススクリューサーペントをチューニング。シンクロフライトコントロール、リミッター解放レベル5、ブースター注入 120%、 リカバリーネットワークレンジ修正、オールクリア、ゴー、シンクロ召喚。守備表示のモンスター誘っているのか。このモンスターは貫通能力を持っている。アンチノミー、それはプレイングミスじゃないか。アンチノミー
アンチのみ攻撃力ゼロのモンスターを守備表示で特殊召喚してしまったのはプレイングミスじゃないのか。アンチのみハイパーライブラリアンのモンスター強えよ。お前図書館強すぎるだろ。ふざけんなよ。図書館どんだけ強い。バトルフェイズバトルだ。着手なす。パワーグラデーターってこいつで攻撃してないけどね。一回も一回だけでもこっちで攻撃するか。まずはテックジーナスハルバードキャノンでハイパーライブラリアンを攻撃。テックジーナスハルバードキャノンで攻撃。ハルバードガトリングキャノン攻撃名不明。そしてあどうせだったらこっちなのか。いけパワーグラディエーターで相手のテックジーナスワンダーマジシャンを攻撃。逃れる術はない。モンスターで攻撃。うわー楽しみにしているぞ。再び君とデュエルできる日を。君の戸惑いがデュエルにブレーキをかけているようだな。シュールすぎるだろこの盤面。どういうことだよ。めちゃくちゃかっこいいですね。すべてを思い出した。私に課せられた使命のすべてを。僕はアンチナミーだ。未来を救うためネオ・ドミノシティを消滅させるもの。違う、お前は俺たちの仲間ブルーノなんだ。だがそれは君たちを完全に信用させるための偽りの姿だった。違う、たとえそうだったとしてもあの時のお前は。ユッセ、君が仲間を裏切れないように僕も仲間から与えられた使命を裏切れない。この世界を救いたいなら僕を倒すしかない。なぜだ、なぜなんだ、なぜまたお前と。さあ戦い、ユース。行くぞアンチノミ。私の名はアンチノミ、お前の名もアンチノミ。うわすごいな、いやすごいな、フィールドすごいな。てたかブラックホールに飲み込まれそうだぜ。私についてこれるかな。私が教えてやろう。君が知らない新たな戦術を見せてみろ。君のデュエルを。ライディングデュエル。アクセラレーション。行くぞ。カードをセット。カードを伏せる。ドロー。ターンエンド。さあ来い。私を倒してみろ。レベル50なのに弱くないかアンチャミ。私のターン。私のターン。強すぎる。お前強すぎるんじゃないかこの反動は。僕はテックジーナス幻想のミスラサウルスのモンスター効果発動。幻想のミスラサウルスの効果によってこのカードをゲームから除外し、デッキからモンスター効果発動。テックジーナスブースターラプトルを特殊召喚。テックジーナスブースターラプトル。さらに僕はテックジーナススクリューサーペントを攻撃表示で召喚。テックジーナススクリューサーペント。レベル1テックジーナスブースターラプトルにレベル4テックジーナススクリューサーペントをチューニング。リミッター解放レベル5。リミッター解放レベル5。レギュレーターオープン。オールクリアゴー。シンクロ召喚カモン。テックジーナススターガーディアン。そしてスターガーディアンのモンスター効果発動。スターガーディアンの効果により墓地のテックジーナスモンスター1体を手札に加える。さらにテックジーナススターガーディアンのモンスター効果。スターガーディアンの効果により手札からテックジーナスモンスター1体を特殊召喚する。現れろテクチナススクリューサーペント。スクリューサーペント。スクリューサーペントのモンスター効果発動。スクリューサーペントの効果発動。自分墓地のレベル4以下のテックジーナスモンスター1体を効果を無効にして特殊召喚する。行くぞアンチノミ。テックジーナスブースターラプトル。
まあトップクレマズじゃないな。君と戦うのは僕だ。僕だ。レベル1テックチューナスブーストラプトルにレベル4テックチューナススクルーサーペントをチューニング。シンクロフライトコントロール、リミッター解放レベル5、ブースター注入 120%、 リカバリーネットワークレンジ修正、オールクリア。ゴーシンクロ召喚カモン。テックジーナスパワーグラディエイター。クリアマインドレベル5テックジーナスパワーグラディエイターにレベル5テックジーナススターガーディアンをチューニング。クリアマインド、リミッター解放レベル10、レインバスブースターコントロールオールクリア。無限の力今ここに解き放ち、次元の彼方へ突き進め。ゴーアクセルシンクロカモン。テックジーナスブレードガンナー。さらに僕はチート級スキルを発動、セットデルタアクセル。見せてやろう限界を超えたその先を。さらにテックジーナスレスプロドラゴンフライのモンスター効果発動。レスプロドラゴンフライのモンスター効果発動。テックジーナスブレードガンナーを墓地の国、ブレードガンナーの素材とした新規のモンスターを2体特殊召喚できる。カモンテックジーナススターガーディアン。カモンテックジーナスパワーグラディエイター。さらにフィールド上にはレベル5の非チューナーモンスター、レベル2のチューナーモンスター、そしてレベル5のチューナーモンスター。デルタアクセルシンクロ、限界を打ち破る境地、トップクリアマインド。行くぞアンチノミー、これが限界を打ち破る境地、トップクリアマインド。レベル5テックチューナスパワーグラディエーターと、レベル2テックチューナスレシプロドラゴンフラーにレベル5テックチューナススターガーディアンをチューニング。リミッター解放レベルマックス、トップクリアマインド。リミッター解放レベルマックス、レグレーターオープンオールクリア。無限の力よ時空を突き破り未知なる世界を開け。ゴーデルタアクセル、カモンテックジーナスハルバードキャノン。死ぬんじゃないかこれ殴ったらこれ殴ったら死ぬんじゃないかあいつ。カードを1枚セット、カードをセット。さらに僕はエクストラスキル発動、スピードスペルクリアマインド。私についてこれるかな。このスキルによって墓地に存在するシンクロモンスターを素材とするシンクロモンスター1体を自分の墓地から特殊召喚できる。現れろテクチーナスブレードガンナー。バトルフェイズ、バトル。テクチーナスブレードガンナーの攻撃、シュートブレード。ブレードガンナーの攻撃、シュートブレード。あこれ死ぬわ、あいつ死ぬわやばい死ぬわ、これ殴っちゃダメだ。ちょアンチノミさん弱すぎない？ちょもっと展開してくださいよ。手応えがないぞアンチノミ。誘っているのか。そのセットカード、ふらついているぞ。本気になったようだな。そのカードブラックとも考えられる絶対絶対ブラックじゃん。だこいつクソ読めえな。そうでなくてはな、ターンエンド。その程度の戦力が通用すると思っているのか。私のターン弱すぎて草、弱すぎて草、弱草とか絶対アンジロン言わないけどね。だろこれどうしようかな、どうしたらいいこれこれ今か弱すぎてさ、ちょ展開しすぎてさ、相手のデッキガチでセット2枚しかしないんだけど、守備表示してみる。でもいいかも、弱すぎるわ。
クソ弱いこいつ。バトルフェイス、エクソ、アンチラフィ、そんなゲロ甘えた展開では僕には勝てない。そのセットカード2枚誘っているのか。ただそのセットカードはブラフとも考えられる。今の私では君には倒せない。逆だ、今の私、今の君に私は倒せない。バトルフェイス、いけ、テックジーナス、ハルバードキャノンで攻撃。これで終わりだ。テックジーナス、ハルバードキャノンで攻撃。バトルステップ、僕はバスターモード発動。リバースカードオープン、トラップカード発動。テックジーナス、ハルバードキャノンをリリースし、そのリリースしたモンスターの名前が記されているスラッシュバスターモンスターをデッキから特殊召喚できる。エクソアンチノミー、カモン。テックジーナス、ハルバードキャノン。セリフあるんだ、お前。セリフあるの、クソ。エクソアンチノミー、テックジーナス、あれうるさい。テックジーナス、ハルバードキャノンスラッシュバスターで攻撃。ハルバードガトリングスラッシュバスター。これで終わりだ。ダイレクトアタック。よーわ、見せてもらったよ、君の可能性を。心が乱れているな。そんなことでは私に勝つことはできない。いや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 、アンチノミーさん、レベル50弱すぎません？これ俺本物俺ってことでいいですよね。ユーセ、見せてもらったよ、君の可能性を。ベレーナ、そしてようやく理解したよ、この世界での僕という存在を。いやー弱い、あまりにも弱い。皆さんもですね、今レベル 5G のねアンチノミーが登場して、ここでデュエルできるようになったので、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。いや、もうちょっと分回してくんないと厳しいなー。